今日はですね、僕がね、本格的にいつもこう撮影するときに使っているカメラバッグを紹介します。こんにちは、フリーダムビデオメーカー代表のフワです。はい、僕はね、今まで年間100本以上日本と海外で、動画を撮ってきました。その経験から今日はね、カメラバッグのね、良さというかね、僕がいつも使ってる愛用しているものについてね、説明をしていこうと思います。はい、パッパパッパバーン。でね、僕がいつも使ってるね、カメラバッグなんですけど、これはね、もうほんと仕事の時にもうがっつり使ってるやつです。はい、で僕はね、プライベートで使ってる、まあもうちょっとちっちゃいやつもあるんですけど、今回ちょっとこのでかいやつについて説明したいと思うんですけど、このバッグのね、あの良さっていうのは、この大きいドローンが入るってことですね。大容量なんで。でこれもともとシンクタンクのね、そのファントム4の、ここにドローンのね、マークになってますけども、ドローンファントム4が入る用のカメラバッグなんですね。でこれ何が入ってるかというとね、こうやってドローンのファントム4で、この大きいんですよ、すごくこれね。まあこれ物がいい分すごくコントローラーもでかいし、これね、本体もでかいので、これじゃないとちょっとここに他のバッグだとね、もう入れないです。はい、でこれにプラスして、例えばこのロングレンズ、タムロの 70-200 っていうレンズだったりとか、シグマの 24-70 っていうレンズだったりとか、あとね、まあ単焦点なんかも僕持ってますけども、これ 50mm1.4 だったりとか、まああと、普段使ってるね、この 50mm の、あ、すみません、 5D Mark4 にね、これシグマの 24mm1.4 がついてるんですけど、これもね、この辺とかにポンって入れて、さっきのやつも入れて、いつもこれ全部入ります。はい、でマジでね、これ本当にちょっとこれ仕事で使うようなんで、その場になんか荷物1個で行かないといけないとかね、例えば移動でそれ行かないといけないとか、そういう時に僕はこれを使ってます。はい、でもめっちゃ重いですね、これ本当に、重いです。まあ、全部入れるんですごく重くなるんですけど、このバッグの良さっていうのはね、こうやっていろんな部屋があって、まあ、今ちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけども、いろんな部屋があって、こうやってね、マジックテープでこう切り離せるんですよ。例えばこうやってタムロのレンズをね、ここに今こうやってやったら普通に入らないですけど、こうやって破いて、このスペースをね、あえてタムロン用に作ってこういうに入れることもできますね。結構この部屋がこれ移動できて、でしかもここはすごく頑丈でしっかりしているんで、多少ね、乱暴に扱ったとしても、全然大丈夫です。はい、でプラスしてね、ここに備品、まあ、これちょっと他の FPV の羽とか入ってるんですけど、まあ、コードを入れたりとかね、ここにちょっと緊急用のテープ入れたりとか、こういう PL フィルター、ND フィルターを入れたりとか、そういうことがね、できます。はい、で一応あとこっちの方にもね、まあ、パソコンとか、僕ここにノートパソコン入れたりとか、まあ、こういうなんかやつも今入ってますけども入れたりとか、これなんだ、ノートパソコンのちょっとこの斜めにできるやつですね、旅先とかでやりやすいようなやつとか、まああとこういうね、腹壊した時に鼻水のやつが一応入ってます。はい、OK。 まあそんな感じでね、こうやって前方にも入るし、この中にもすごくたくさん入るんで、いつもこういう風に使ってます。まあ大体どれくらいの大きさかっていうとですね、まあ、ちょっと背負ってみてね、イメージつかめたらいいかなと思うんですけど、一応まあ背負うとこんな感じですね。ね、だいぶ大きいですよね、これね。はい、でいつもこうやって歩くって感じですね。はい、で一応前にね、なんかこういうバックルみたいなのもついてるんで、これねバシッと締めてあげると、あとこの後ろにもついてますね、もう一個。だからすごくしっかり、足元じゃない、肩と腰で固定ができるんで、まあそこをしっかりしていればね、長時間歩いても、まあ、多少重いですけども、一応ね、いろんな機材たくさんね持っていくことができます。でね、このバッグは仕事用で使うときは僕はいいと思うんですけど、プライベートだとね、やっぱり周りの人にちょっと大きくなりすぎちゃってね、迷惑かけたりとか、電車の中乗ってるとね、こうお前邪魔だって言ってこう突き飛ばされる恐れもあるんで、機材をね、できるだけあんま持っていかないんだったらね、もっとちっちゃいやつにした方がいいと思うんですけども、機材がすごいある人はこのバッグ、このシンクタンクの、このエアポートバッグかな、はい、ちょっと下にリンク
貼っときますけれども、ぜひこれをね買うことをすごいお勧めします。これもう僕100本ぐらいこれ撮ってきましたね、本当映像で3年間ぐらいずっと使ってるんで、でも全然壊れてないんですよ、こういうとことか本当に丈夫なんで。普通ねこれ重いんでこうやってやるとこれに壊れるんですけど、全然壊れてないです、これ本当に。だからそれぐらい超丈夫なバッグなんで、すごくね、おすすめします。はい、ということでぜひね、これ持ってね映像制作の仕事ガシガシね、やっていただけたらと思います。 OK、 またね、いっぱいねいい情報をたくさん発信していこうと思うんで、ぜひ、ね、チャンネル登録の方もしてください。So tall, feeling